続きまして合気道をお願いいたします。基本技と応用技です。演武者をご紹介させていただきます。関谷澄人六段、檜山慶治四段、与田明二段、よろしくお願いいたします。それでは合気道とご紹介させていただきます。合気道は海藻、上芝森平豊な日本伝統技術の奥義を極め、さらに厳しい精神的修行を経て創始した現代武道です。自然の理に従った向きに基づいて多彩に変化するのが合気道の技なのです。愛とは能の武道とも言われ、相手を攻撃する、倒すという思想はなく、いたずらに相手と争いません。力に頼り、他人と強弱、勝負を勝負を愛争うこと以上に大切なことは、お互いに切磋琢磨し合って自己の完成を願う弓道でなければなりません。体格体力によらず、合理的な体の運用により、他を傷つけることなく相手を制することを旨とし、武技の稽古を通じて心身の鍛錬を図ります。このため合気道は武道経験の有無、老若男女、体格の大小を問いません。投げ技、固め技、関節技、当て身、剣、杖、座業、終始、肩稽古を主体に講師が交代しながら技と身体を練り上げていきます。道場には老若男女が集まり、共に汗を流し稽古に励み、良い交流の場となっています。それではよろしくどうぞお願いいたします。正面に、はい、ただいま申し上げたご話ですが、合気道は相手を攻撃する、倒すという思想はなく、愛と和能の武道と言われております。投げ技、関節技、固め技を主体とした体術と剣や杖を使った武器を扱う総合武道で、相手を傷つけずに制することを目指しています。ではまずはじめに体術をご覧いただきます。今日は手取りを想定しています。相手の視覚に身を置きながら、円陣という動きの中で技を行いています。次に関東取りを行います。関東取りは稽古では関東取りの他に勝ち取り、上取りなども行いますが、今日は関東取りをご覧いただいて、先ほどの体術と同じ動きで関東取りを行い、関東を取り上げた後、相手を解放いたします。Hey!
次に立さばき、上さばきをご覧いただきます。合気道は剣を持っても上を持っても技を同じように表現できると言われております。相手が剣や上を抑えた人に抑えにきたところを持たせてあげて、体術と同じ動きで技を施します。合気道では剣や上位を抜くも同時に行っています。剣対剣、剣対上でも体術と同じ技、同じ動きにより相手を制するものです。触れればいつでも切れるという体勢を取りながら切らずに相手を制します。まず剣対剣をご覧いただき、続いて剣対上を先に、剣対上をご覧いただき、続いて剣対剣を行います。現在、合気道は世界130カ国で行われており、合気道人口も年々拡大しています。中学生から年配の方まで、老若男女を問わずに共に稽古に励んでおり、合気道には、いわゆる引退年齢というものはございません。生涯を通して行われる武道であり、定年を迎えながら、迎えられてから始まる方もいらっしゃいます。各道経験者も多くいらっしゃいます。ぜひ一度一緒にやってみたいではでしょうか。お待ちしております。どうもありがとうございました。